白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は気づきを得る方法というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。でまず、結論から言うと、気づきってどういう過程で得られるかっていうのは、言葉では、簡単に説明できるんですよね。すなわちまず最初が分析です。で次が癒しで気づきという順番になります。分析、癒し、気づきという順番ですね。だから結論は、分析して癒してで気づきを得るというのが結論ということになります。でまずですね、この最初の分析を始めてで気づきを得るまでっていうのは、1年はかかるというのが正直なところですね。でそんなにこうね1日2日で得られるようなものではないということです。ここで言う気づきっていうのは本当にこう人生の転機になるような気づきの話です。もうね今までの自分だったら絶対叶えることができないかっただろう、で荒唐無稽な夢を叶えるような、そういう気づきという、意味です。なんかね、ちょっとした、その一日の、よりよく生きるヒントみたいな、のではなくて、ね、もうなんかこう、あれがなんか人生の転機だったなとかね。この気づきのおかげで夢を叶えることができたんだなとか、それぐらい大きな気づきの話ということになります。で、ひらめきっていう言葉ともちょっとね、違うんですよね。なんかひらめきっていうと、なんかこう、脳がなんか雷に打たれたかのように、ドーンってなんか大きな衝撃があったっていうのがひらめきっていう感じだと思うんですけど、ああいう感じじゃないんですよね。夢が叶うとか、人生が変わっていくっていうのは。そうじゃなくて、なんかね、こう、なんか繋がったっていう感じなんですよね。今までのなんか学びとか体験とかっていうのが脳の中でなんかつながったっていう感じなんですよね。なんかすごくこうゆっくりしたじわっとした感じが実際の気づきで、なんかねある日突然ね脳の中でものすごいことがひらめいたっていう感じではないということです。だからひらめきを得るっていうよりは気づきを得るっていう感じなんですよね。でその途中過程はその分析して癒してで、気づきを得るっていうのが、今回の話の結論ということになるんですけど、その気づき、その分析を始めてから最後の気づきを得るまでっていうのがやっぱり1年ぐらいかかるんですよね。でその間っていうのは結構ね、多分途中がなんかこう暗いトンネルの中に入って先が見えないみたいな感じが、を体験して、途中でね、迷ったり悩んだり、頭の中が混乱したりとか、そういった、こともあったりとかですね。あとは、やっぱりこうね、今まで自分がすごく大事にしてたものを、失ったり、手放したりとか、そういった、体験っていうのもあると思います。で、なんでかっていうと、この気づきっていうのは、今までとは全然違うものの見方ができるようになるっていう感じなんですよね。全く同じものを見てるんだけれども、全然違う角度からものが見れるようになるっていうのがこの気づきっていうものです。だから過去の固定観念みたいなのが一回壊れないと気づきっていうのは得られないんですよね。今までと全く同じものを同じようにしか見れないっていう状態だと気づきは得られないんですよ。気づきが得られるっていうのは今までと同じものを見てるのに違う角度から見れるようになるっていうのが気づきなんですよね。よく例えられるのは老婆と妻の絵ですよね。老婆と妻の絵ですよね。で、この絵っていうのは老婆に見ようと思ったら老婆に見えるんですよ。で、妻に見ようと思ったら妻に見えるんですよね。なんですけどね、今までは自分は老婆にしか見えなかったわけです。その絵を見たら、いつも、いや、これ何の絵？いや、これ老婆の絵でしょ、と。っていうふうにしか見れなかったんですよ。なんでそういうふうにしか見れないかって言ったら固定観念があるからですよね。自分の過去の経験、記憶から、もう物事っていうのはそういうふうにしか見れない、ふうになってたわけです。で、その老婆にしか見えない自分の固定観念っていうのが一回壊れて、もう一回別の見方もあるんじゃないかっていうことで見たときに初めて、あ、これ妻の絵だねと。こう若いね、女性の絵なんだねっていうふうに見れるようになるっていうことなんですよね。だから気づきを得るっていうのは、ものの見方が全く今までと同じものを見てるんだけど違う角度から見れるようになるっていうことなんですよね。それが気づきっていうことです。もう一つこうね、なんかちょっと気づきの ねイメージっていうのを、沸かせるために、別の例えっていうのを入れたいと思うんですけど、例えば美術館に行って
美術館に行ってその絵を、ね、見ると、美術館に絵が何枚もたくさん飾ってあってその絵を見るとした時に、その絵って、ね、あの人によって見方が違うんですよね。例えば、ね、その絵を何の絵っていうふうに、まあ、見れるっていう人もいるんですよね。あ、これはね、人を描いた絵なんだねとか、動物を描いた絵なんだねとか、自然を描いた絵なんだねっていうふうに、まあ、何が描かれているかっていう、何をっていうのをまあ見るっていう人もいるんですよね。で、それは美術館でね、あ、絵を見に行きました、あ、たくさん人の絵が、載ってましたとかね、たくさん宗教画が載ってましたとか、あ、これキリスト教の世界観の絵なんだっていう、何が描かれてるかっていうのを見る人もいるんですよ。で、ちょっとこう知識がある人っていうのは、なんかね、絵に対してとか美術品に対して知識がある人っていうのはね、どのように描かれたかっていうのをまあ見るんですよね。例えば、いや、これは何世紀にね、描かれた何とか、何とか派のね、何とか作風のね、絵なんだとかね、これはこういう画材に対してこういう絵の具で描かれてるんだとかね、っていうふうにこう見る人もいるんですよ。あ、これはね、何とか、例えば印象派のね、独特のね、書き方だよねみたいな、まあ、そういうこうね、知識がある人だったら、そのね、どのように書かれたかっていうね、その例えば材質だとか絵の具だとか画風だとか、まあ、その絵の特徴だとか、まあ、そういったのをまあ見るっていう人もいるんですよね。で、ほとんどの場合っていうのはまあどっちかなんですよ。美術館に行きました、じゃあこの美術品はこういうものなんだ、例えば、ね、人間の絵が描かれてた、動物の絵が描かれてた、自然の絵が描かれていた、もしくはね、そのキリスト教とかの宗教画の、ね、絵だったんだというのが、まあ、ありますと、ね、そういう見方をする人もいますと。で、知識がある人に関してはどのように描かれたかっていうのを見る人もいますということなんですよね。じゃあ気づきを得られてるっていうのはどういう、 何に対して気づきを得られてるかっていうと、なぜっていうのが分かるようになるって感じなんですよね。なぜこの作者はこの絵を描こうと思ったのかっていうのが分かるようになるっていうのが、まさに気づきが得られた状態っていうことなんですよね。何をっていうのは見れば分かるんですよ。いや、これ動物の絵だよねと、いや、これ人の絵だよねと、何をっていうのはすぐ分かるんですよ、ね、で、どのようにっていうのは知識があれば分かるんですよね。どのように書かれたかっていうのは知識があれば分かります。でも、なぜっていうのは気づきを得られた後に見えてくるものなんですよね。あ、なんでこの絵はね、作者はこの絵を描きたいと思ったんだろう、描こうと思ったんだろうっていうのが分かるっていうのが、こう気づきを得られるっていう方法で、人っていうのはね、このなぜっていうのが分からないとやっぱ確信が得られないんで行動できないんですよね。ここちょっと大事なことなんで繰り返しますけど、人って行動できる人と行動できない人っていますよね。で、そうした時に行動できないっていうのは、簡単に言えば知ってるんだけど、分かってるんだけど確信がないんですよ。で、それをうまく やったらうまくいくっていうね。だから、決断できないし行動できないということになるんですよね。で、人っていうのは、まあ、行動するためには決断して決めないといけないわけですけれども、ね、例えばうどんとそばがね、目の前に、ね、両方メニューに載ってて、ね、いや、そばじゃない、うどんにしますって決断して初めてうどん食べれますよね。だから行動するためには必ず決断する必要があって、じゃあなんで決断できる人と決断できない人がいるかって言ったら、それは確信なんですよね。ね、知ってるとか分かってるっていうだけでは確信にならないんですよ、ね、だけど、ね、本当に、ね、これはもうまずうまくいくとか、これ絶対いけるとか、っていう確信っていうのはやっぱりね、があると、まあ、決断して行動することができるということなんですよね。だから、まあ、気づきを得るっていうのはね、まあ、確信を得るっていうことでもあるんですけれども、結局その確信っていうのはなぜっていうのが分かった時なんですよね。なぜっていうのが分かると、それがあーっていうことで確信になる、まあ、つまり確信を得る、気づきっていうのを得ることができるということです。で、ね、それはもう一番最初で言ったんですけど、まあ、分析して癒して、で、気づきを得るっていう順番なんですよね。ただ分析をし始めてから実際気づきを得るまで、まあ、1年ぐらいかかるということで、まあ、その途中過程っていうのは、まあ、決してね、まあ、何も起きない、ね、その平穏無事な1年では、気づきっていうのは、まあ、得られないということですよね。もし平穏無事な、1年間で気づきを得られるんだったら、みんな気づきを得てて、みんなね、夢を叶えてっていう感じですよね。で、夢と目標っていうのは違うんですよね。目標っていうのは、なんか頑張れば達成できるものなんですよ。
で、まあ、数字を上げた方が一番分かりやすいと思うので、まあ、数字を上げると、まあ、例えばね、例えば今年収300万円ですとね、まあ、数字を上げると一番分かりやすいかなと思うんでお金の話をしますけど、まあ、例えば年収300万円ですとね、じゃあ今年中にね310万円にしたいですと、年収をね、今まで300万円だったんだけど310万円にしたいですと、で来年は320万円にして、でそして330万円にして340万円にして、まあ、例えば10年後には年収400万円にしたいですと、っていうのはこれは目標です。目標、このこういう目標であれば、ね、気づきはいらないんですよ。気づきはいりません、ね、もう頑張るとかね、もっと勉強するとかね、気合を入れるとかね、努力するとか、そんなので全然達成できます、ね、300万円の年収を310万円にするとか、310万円の年収を320万円にするとか、ね、っていうのは、じゃあもっと勉強します、もっと知識を増やします、もっと技能を磨きます、ね、もっと頑張ります、でもっと努力しますみたいな、まあ、そういったので全然達成できます、ね、気づきいらないですね。じゃあ気づきが必要なのっていうのはどういうことかって言ったら、例えば10倍っていうことです。今までは300万円だったんだけど3000万円にしたいですというふうになると、これ気づきがいるんですよね。絶対に今までとの自分とは違うものの見方ができるようにならないと、まず10倍とかにはならないですよね。ね、今までやってたことのもっと勉強量を増やすとか、もっと行動量を増やすとかね、もっと頑張るとか、もっと気合を入れるとかでは絶対いかないんですよ。絶対いきません。なので、もし10倍とかね、ってなったら、気づきがいるんですよね。今までと同じものを見てるんだけど違うように見えるようになる必要があるんですよ。今までは老婆にしか見えなかったんだけど妻に見えるようになる、ということですよね。今までは何をやってるのか、この人何やってるのか、この人どのようにやってるのかっていうのしか見えなかったのに、ね、なぜそんなことをやってるのかっていうのが見えるようにならないと、ね、例えばまあ、お金の話で言えば10倍とかっていうのは達成できないということです。で、目標は達成できたとしても夢は叶わないっていうことなんですよね。で、夢を叶えるっていうのは自分を変えるってことではないんですよね。物の見方が変わるって感じなんですよね。だから人生を変えたい、だから自分を変えなければいけないっていうふうに考えると、これも地獄です、ね、そうじゃないんですよね、まあ、例えば、ね、一番こう多い失敗例っていうのは、まあ、例えば今までは公務員でしたと、ね、で総務、人事総務の仕事をしてました、事務作業でしたと、ね、それで例えば60年まで見事に定年で、勤め上げてね、そして、ね、それで例えば退職金まで含めてね、例えば2000万円ぐらい貯金ができましたみたいな、そして、ね、ついに自分は、ね、定年退職で勤め上げたんで、ね、60歳以降は本当にやりたかったことをやりますみたいな感じで、ね、ラーメン屋を開業するとかね、もうこういったのは絶対うまくいかないですよね。絶対うまくいかないです。それは人生変えるイコール自分を変えるっていうふうに錯覚してるわけですよ、ね、人生を変えるイコール自分を変える、自分を変えなければ人生が変わんないっていうふうに錯覚してるんですよね。もうこういった場合は絶対うまくいかないです、ね、そうじゃないですよね。人生変えるっていうのはね、自分を変えるってことじゃなくて物の見方が変わるって感じなんですよね。だから例えばその方は、例えばね、今までその22歳から60歳までに約40年間ずっと、ね、人事総務の仕事をしてたわけですよ ね。要するにラーメン屋の、ね、知識もなければ経験もないわけですよ。ラーメン食べるのは好きかもしれないですけど、でその方は約40年間ね、ラーメンを作るための知識とか技能とか磨いてないですよね。いきなり自分がただ好きだからっていう理由でラーメンを、ね、ラーメン屋さんを開くってなると、ね、持ってた貯金2000万円を全部なくすどころじゃなくて、今度は借金抱えてね、まあ、はっきり言った地獄に落ちるわけですよ。それは人生を変えるイコール自分を変えなければならないって錯覚してるからってことなんですよね。人生を変えるとかっていうのは自分を変えるってことじゃなくて物の見方が変わるって話なんですね。この感覚っていうのが、すごく大事っていうことになります。だから今までと同じものを見て違う方向から見れるようになるっていうのが人生を変えるっていう、ことになるんですね、結局は。ね、だからさっきの例で言うと、もしその方が約40年間ずっと人事総務のね、事務方の仕事をしてたっていうんだったら、やっぱその知識と技能を活かして、
60歳以降で何かお仕事をした方が絶対うまくいくんですよ、ね。今までの知識、今までの経験っていうのを生かして、今まで自分はずっと知識やね、人事総務系の事務方の仕事をしてきたんで、その知識その技能を使って、例えば自分で副業をするとか起業をするとかね、っていう方が絶対うまくいくんですよ。ただその時に物の見方がね、やっぱ例えば、公務員として今まで物を見てたんだけど、自営業者として物が見れるようになるとか、経営者として物が見れるようになるとか、ね、もしくは投資家として物が見れるようになる、全く今までと同じものを見てるんだけど違う角度から物が見れるようになると、まあ、結局それが気づきであり、結局 その気づきを転機として人生における、自分が体験できる結果っていうのが変わっていくということなんですよね。なので、まあ、気づきを得る方法ということで、結論はもう一番最初に言ったんですけど、分析して癒してで気づきを得るっていうのが、まあ、今回の結論なんですね。じゃあなんでその結論を先に言ってなかなかね、その具体的な方法に入らないかっていうと、まあ、正直結構ねこう大変だからっていう感じなんですよね。だからすごくこう前提を置いてるっていうことなんです。その分析始めて気づきを得るまで1年ぐらいかかるんで、その1年間ね結構こうね、暗いトンネルの中をね、なんかこう走ってて先が見えないみたいな、なんか迷ったり悩んだりね、こう混乱したりとか大事なものを失ったりとか、いろいろあるんで、だからまあ最初に前提を置いているということです。そこまでする必要があるのかっていうぐらいね、ちょっとこうね、大変な思いを、まあ、するんですよね。それは物の見方がなんで変わるかって言ったら、過去の自分が作ってきた、過去の自分の人生で作ってきた固定観念が壊れないと物の見方が変わんないんですよね。固定観念っていうのは自分の物の見方っていうことですよね。ね、これはこう、これが正しいんだ、これはこれが正しいんだっていう物の見方があるわけですよ。だからいつも同じ絵を見たらいつも老婆にしか見えないわけですよ。自分は固定観念があって、この絵は老婆の絵だっていうふうにもう信じてるんで、ね、だから誰かがね、いやそれは若い妻の絵だよって言った時に何言ってるのと、ね、何を言ってるのみたいな感じで相手が間違ってるようにしか見えないわけですよ。だから結局、ね、それを、ね、ひっくり返して自分の今まで物の見方っていうのを全部一回壊して、脳の中で壊れて、ね、あ、これって老婆の絵にしか見えなかったけど妻の絵にも見えるんだっていうのためには、必ず自分の今までの、ね、これはこれが正しいんだ、これはこういうものなんだっていう固定観念を壊す必要があるんですよね。だから、まあ、すごくこうね、なんか真っ暗闇のトンネルに入るような、そういった体験になってしまうということなんです。ね、いや、もうずっと一生ね、いや、これは老婆の絵、これは老婆の絵、これは老婆の絵って見続けるんだったら、別に全然ね、気づきなんか得る必要がないし、気づきを得るためのね、そのトンネルみたいなのを走る必要もないんですけれども、で途中でね、迷ったり悩んだりね、混乱したり、する必要もないんですけれども、実際はね、もし気づき気を得る、いや例えば自分は年収300万円を310万円20万円30万円にしたいわけじゃなくて3000万円にしたいんだとかっていうね、まあ、そういう、今までの努力根性気合では絶対達成しないような、夢を叶えたいっていうことであると、まあ、気づきっていうのが必要になるということです。全く今までの、同じものを見て全然違うものに見えるようになる必要があるということですよね。なのでまず最初に、まあそのね、気づきってどういうイメージなのかとか、その途中過程がどんな感じなのかっていうのを先にお伝えした上で、じゃあ具体的に気づきを得る方法っていうのを掘っていきたいと思います。なのでまず気づきを得る方法っていうのは分析して、で癒して、で気づきを得るという順番ですね。でまず最初に分析っていうことなんですけど、これは完全にポジティブネガティブで言えばネガティブな過程ということになります。だから気づきっていうのは基本的に、まあ、否定的な人の方が得やすいんですよね。物の見方がネガティブな人の方が得やすいです。でよくね、世の中でポジティブシンキングってね、成功するためにはポジティブが大事なんだとかね、ポジティブに物事を考えてポジティブに生きることが大事なんだとか
っていう、まあね、考え方があるんですけど、で、実際はね、ポジティブとネガティブ片方ではね、いわゆる気づきっていうのは得られないんですよね。両方必要なんですよ。で、そうした時に、やっぱポジティブ一辺と、いや、自分にはね、何も悪いことは起きないみたいなね、自分はね、常にね、うまくいっていて、常に幸せなんです、常にハッピーなんですみたいな、まあ、そういう人っていうのは、まあね、結果変わんないんですよね。いろいろこう、上げ下げあったとしても、結局、大体同じぐらいのところにずっと居続けてて、ね、なかなかこうね、バーンとこう上の方にこう飛躍するってことはないっていうことなんですよね。で、気づきを得るためのね、知識っていうのがね、こう不足するっていうね、こう知識や気づきを得るためのね、材料が不足しちゃうんですよね。こうすごくこう浅いこう思考っていうか、浅い考えにとどまってしまうんですよね。ポジティブ一辺倒だと、いや、自分にはね、決して悪いことは起きない、自分にはね、決してなんかね、間違ったことは起きない、自分の判断はね、いつも正しい、いや、ポジティブポジティブポジティブみたいな、ね、そう、間違ったポジティブ一辺倒だと、まあ、結局ね、こうね、気づきを得るための知識の深さっていうのがないんで、ね、だから、まあ、なかなか変わんない。もちろんね、ずっと、例えばですよ、まあ、今回はもうね、同じ例でずっといきますけど、例えば年収300万円でもうね、ずっと同じ年収300万円でずっと私は幸せ、ずっと私はハッピーっていう人生にはなるかもしれないんですけど、300万円が3000万円になるとかね、資産が1000万円が1億になるとかね、そういう、こう10倍みたいなのっていうのは、まあ体験できないっていう感じなんですよね。10倍とかっていうのを例えば体験する、今までの過去の延長線上の自分では絶対実現できなかったものを体験するっていうことになると、まずは分析っていうね、すっごいネガティブな作業っていうのがかなり必要になります。で、分析っていうのがなぜネガティブなのかっていうと、分析っていうのは分けるっていう作業なんですよね。だから、あるものとあるものの間にはっきりとこう線を引くっていう感じなわけですよ。で、ポジティブっていうのは線引かないですよね。まあ、極論人だったら、いや、77億人みんな大事ですみたいな、まあ、そういうのがポジティブですよね。いや、私にとっては、ね、77億人全ての人がね、みんな愛すべき存在で、ね、全ての人が大事なんですみたいな人がポジティブですよね。まあ、そういう人っていうのは深い気づきは絶対得られないんですよ。すごく人に対しての理解っていうのは浅いですよね。で、そうじゃなくて、ね、分析っていうのは人に線を引いていくわけですよ。この人とこの人は違うみたいな感じで。だから、例えば人とはって、なんかね、哲学で例えば人とはとかっていうのを考えた時に、人とはどんな人間、存在なんだろうと、人とはどんな存在なんだろう、人とはどんな存在なんだろうって、どんだけ考えても何にもね、考えが深まっていかないですよね。だから人を分析していくわけです。分析っていうのはまさに分けて考えるってことですよね。だから、人とはっていうんじゃなくて、男性と女性ってどういう違いがあって、どういう共通点があるんだろうとかね。日本人と外国人ってどういう違いがあって、どういう共通点があるんだろうとかね。もしくはね、例えば若者とね、高齢者はどういう違いがあって、どういう共通点があるんだろうみたいな感じでこう分けていくわけですよ。で、そしたら、人とはどんな存在なんだろうっていう風にね、なんかね、考えてても全く思いつかなかったとしても、例えばね、20代男性で、例えばね、日本人みたいな、日本人の20代男性ってなると、だいぶなんかイメージがしやすくなってくるんですよね。あ、20代の日本人男性ってこんな人たちなんじゃないかなみたいな。それが例えば60代、ね、日本人女性とかね、60代アメリカ人女性とかっていうふうに考えると、あ、もしかしたらこういうふうにね、人たちなんじゃないかなとかってね。で、それがこう細かく分ければ分けるだけ、だんだんこう抽象的な概念が具体的な身近な存在に感じられてきますよね。ね、だからそれはすごく細かく年齢とか性別とかね、職業とか、例えば公務員の方とか自営業の方とか、まあ、そうやってこうね、細かく分けていくわけですよ。分けていけばいくだけ、抽象的なものがだんだん具体的になっていくんで、よりイメージしやすくなるわけですよね。で、より分かりやすくなるわけです。で、分かるってことは具体的ってことなわけですよね。ね、すごく抽象的な概念だと分かりにくいわけですよ。ぼやーんとしてるんで。だから、具体的にね、なればなるだけ、すごくこう身近なものとしてイメージがしやすくなるんで、まあ、分かりやすくなるわけですよね。だから分かりやすいってことは、すごく具体的にイメージできるっていうことな
なわけです。で、そのためにはすごく細かく細かく分けて比べる、分けて比べる、分けて比べるっていうことをしていくとね、分かりやすくなっていくんですよね。なので基本的にはまず分析としてね、分かるという過程が必要になります。ね、一つのもの、いや人ってどんな存在、いや人ってみんな平等だよみたいな、人には何も違いがないんだよとかっていう状態だとね、その気づきを得るための知識っていう材料がまあね、すごく荒いというか浅いので、深い気づきにならないんですよね。やっぱ気づきを得るためには、その気づきを得るための知識という材料が必要なので、そのためにはすごく分かっていることがたくさんね、頭の概念としてよく分かっていることっていうのがたくさん必要になってくるわけです。だからまずは分析分析分析、分けて分けて分けてね、比べて比べて比べて、違いとか共通点っていうのを一生懸命こう考えてみるというのが最初の過程としていりますということです。これすごいネガティブなね、人に要す、例えば、まあ、仮に今回人っていうので例えると、人にどん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 線を引いていきます。違いをこう見るために、男性なんかね、今なんか男性と女性はね、もうね、そう分けて考えるっていうのをなんかね、タブー視する世の中になってて、すごく怖いなって思うんですけど、ね、男性と女性って同じ人間でもね、同質ではないですよね。ね、違うのは違うんですよ、明らかにね。だって男性子供産めないですから、もうどう頑張っても。だから違うんですよ。違うんですけど、ね、ポジティブな人っていうのは、その違いっていうのを作りたくないんですよね。いや、男性と女性を区別するとかね、分けるっていうのはね、差別だとかってね、なんかすごいこう怖い世の中になってるんですけど、いや違いますよねと、どう考えてもみたいな。で、男の人はどう頑張っても子供を産めないですからみたいな。だから、ね、そのとにかくね、男性と女性って分けるんですよ、ね、で若い人と年齢高齢者って分けるわけです。そして、ね、日本人と外国人とか分けるわけです、ね、例えば、ね、従業員の方と経営者って分けるわけです。で、分けて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 、ね、そしてより具体的な日本人、男性、ね、例えば45歳経営者みたいな感じにしていくと、だんだん具体的になっていくんで分かると。で、それが分かれば分かるだけ、まあ、その人は、ね、一応気づきを得るための材料になる知識っていうのをたくさんね、持つことができてるっていう状態です。で、これがまず最初にこうネガティブな過程として必要になるということですよね。気づきっていうのはまずネガティブな過程ですよね。で、徹底的に、まあ、勉強するなら勉強する、ね、分析するなら分析する、分けて比べて、分けて比べて、分けて比べてっていう、こうどん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 線を引いて、区切りみたいなのをたくさんつけていくっていう必要があります。ね、まあ、カレーを作るっていうのイメージがすごく近いんですけど、カレーを作るためにまずは例えばジャガイモをひたすら包丁で切り刻む、人参をひたすら、切り刻む、そしてね、肉をひたすら包丁で切り刻むみたいな、そういう感じです、ね、要するに鍋に入れるための、ね、肉とか野菜とか、ね、そういったものをどん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 切って、ね、鍋に入れる準備をしてるみたいな、まあ、ああいうイメージがまず最初にあります。で、今度は分析した後に今度は癒すっていうね、過程が必要になるんですけど、これどういうことかって言ったら、まさにね、カレー作りで言ったら、例えば人参とかね、野菜とか玉ねぎとかじゃがいもとかお肉とか、ただひたすら一生切り刻み続けてもカレーってできないんですよね。いや、どこまで細かく切るんですかみたいな、もう十分細かく切ったんじゃないですかみたいな感じでね、なんかね、こう切り刻み続けてても気づきって得られないんですよ。要するにカレーは一生出来上がらないっていう感じなんですよね。これね、ネガティブ一辺倒、さ、ポジティブ一辺倒の人はね、思考が深まらないんで気づきが得られないっていう話をしたんですけど、ネガティブ一辺倒だとね、ひたすら一生分析し続けることになりますよね。まさに大学教授みたいな感じですよ。自分の専門分野はこれですみたいな感じで、でもずっとその分野の学問をひたすらし続けるということですよね。で、じゃあその大学教授ってどれぐらい成功してるんですかって言ったら、実はあんま成功してないんですよね。もちろん社会的な地位はありますよ。大学教授って言ったらね、社会的な地位はありますけど、じゃあね、その30代、40代、50代、60代って年齢重ねてどれぐらい成功しましたかって言ったらね、下手するとずっとなんか研究室にこもって、ずっと一生勉強し続けて、分析し続けて、それで終わりっていう可能性がありますよね。
だからそれは何でかって言ったら、まあね、もうじゃがいもをね、どこまでもどこまでも切り刻み続けてるわけですよ。ね、人参もどこまでもどこまでも切り刻み続けてるわけですよね。ね、それはね、もう、切りがないんですよね。無限なんですよ、一言で言うと。ね、分析って一生やろうと思ったら一生分析し続けることできるんですよね。もう細かく分析しようと思ったら細かく分析し続けるってことできるんですよね。だから一生分析し続けるってことができて、いわゆる分析麻痺になって、もう今度は動けないっていう状態になっていきます。もう完璧主義ですよね。どこまでもどこまでも自分がわからないところがあるとね。だから 100% 完全完璧にわかりたいみたいな、っていう風になると、今度はね、分析麻痺になって、もう身動きが取れないということになっちゃうんですよね。実際世の中のね、効果があることとないことって言った時にね、本当に大事な 20% の本質っていうのが 80% の結果を作ってるわけですよね。だからその物事っていうのは全てがね、均等に同じように大事なのではなくて、めちゃくちゃ重要な2割が結果の8割を作るわけです。残りの 80% っていうのはね、あんまり実は大事じゃなかったりするんで、どこまでもどこまでも人参もね、玉ねぎもね、いや、じゃがいもも切り刻み続ければいいって話でもないんですよね。ある程度のところまで分析したら、あ、この中で一番大事なのはこれなんだっていうのがもう分かれば、もうそれで十分ということですよね。人とはって言ってもさすがに漠然としすぎててよく分かんないけど、ある程度のところまでね、細かく分けてね、大体中、例えば男性はこういう特徴が一般的にあって、女性はこういう特徴が一般的にあると、そこでね、もう完全完璧なね、そのものを目指して、いやいや、例外的にね、こういう女性もいるんじゃないですかとかね、例外的にこういう男性もいるんじゃないですかってなったら、もう一生分析麻痺ですよね。そのね、一般論で十分なわけですよ、ね。違いが大体分かりさえすればいいんで、 100% 完全完璧に対応できる必要もないんですよね。そういう 100% 完全完璧な理論みたいなのを求めると、いわゆる宗教になっちゃうわけです。ありとあらゆる時も、どんな時でも、一つのことを信じさえすればいいみたいなのは完全に宗教ですよね。ね、盲信するっていう感じになるわけです。もうこういう、この場合どうすればいいんですか、この場合どうすればいいんですかって、ね、聖書にこういうふうに書いてあるんですけど、経典にこういうふうに書いてあるんですけど、聖典にこういうふうに書いてあるんですけど、うまくいかないんですけど、みたいな感じになるわけですよ。ね、完全完璧な理論、まあ、ありとあらゆるね、すべての事象にと、ね、対応できるようなことっていうのはないんで、基本的には。だから大体ね、あ、これをやったら8割方うまくいくよねっていうぐらいで、まあ、分析っていうのは止めないといけないですよね。それ以上、いや、例外があって、ね、この例外にはどういうふうに対応したらいいですか、この例外にはどういうふうに対応したらいいですか、こういった場合はどうしたらいいんですかってなると、もうキリがないわけですよ。まあ、それはもう完全に答えをね、ありとあらゆるどんな時でも当てはめようとする答えを求めているようなもので、完全完璧主義ですよね。完全完璧主義だと、もうね、ずっと不安から抜けられないということになります。世の中やっぱり例外ありますからね、原則もあれば例外もあるわけですよ、ね。だからその例外はもう例外が起きた時に考えるしかなくて、ね、基本的にこれをやってたら8割方うまくいくよねっていうね、ところまで理解できればいいってことなんですよね。だからずっと、ね、ネガティブ一辺倒でもダメっていうことなんですよ。ポジティブ一辺倒だったらふわふわして、なかなか思考が深まらないんですけど、ネガティブ一辺倒だったら完全完璧主義になってずっと不安に襲われる。いや、こういうリスクが起きたらどうしよう、こういうリスクが起きたらどうしよう、こういうリスクが起きたらどうしようみたいな感じで、もうね、もう一生なんかね、心穏やかに生きるってことができないみたいな感じになりますよね。だからある程度ところまで分析したら、もう思い切って分析をやめて、で、次のステップに行かないといけないわけですよ。もう大体これが、大体分かったと、ね、100% 完全完璧じゃなかったとしても、重要な2割本質は分かったと、ね、大体これはこういう風な方向性なんだろうなとか、これをやれば、まあ、少なくても8割方いい結果になるんだろうなっていうのは分かったみたいな、っていうところをまでいけばいいっていう感じなんですよね。で、そしたら今度は全く逆です。全く逆、今までネガティブにひたすらこうね、線を引いて区別して区別して区別してっていうのをやってたんですけど、今度は癒すということで、今度はつなげるっていうね、こう線を引いて切ってたんですけど、それをこう癒してつなげるっていう別の過程になっていきます。今度は完全にプラスです。完全にポジティブですね。それはさっきカレーの例っていうのを出したんですけれども、ね、結局もうね、材料ある程度の大きさまでね、
切って小さくしたというのであれば、その知識という材料を鍋に入れて、まあ、溶かすという感じですよね。こう一体化させるっていう感じです。で、そう、ね、鍋の中で、ね、そのカレー粉と野菜と肉を、ね、溶かし合って一体化させていくっていう感じですよね。これが癒すっていう、感覚です、ね、で何に癒しを感じるかっていうのはそれこそ、ね、本人の主観でいいんですよね。本人がなんかね、心地よい、ね、ものが、まあ、すなわち癒しなので、ね、別に癒しに、ね、答えはないんですよ。これをやって癒しましょうとかっていう答えはなくて、自分がこれをやってたらね、すごく心が落ち着くとかね、穏やかになれるとか、まあ、そういうね、自分が癒しだと感じるものに、ね、時間を、ね、使えばいいっていうことですよね。だからある人は例えばね、緑が多い森林っていうのが癒しにつながる人もいるわけですよ。でもしそれが気持ちがいいんだったら森林に行けばいいわけですよね。緑のな、たくさんの緑に囲まれればいいわけです。ね、いや私は森林よりも海の方が好きですっていうのとは、海に行けばいいわけですよ。海を見に行けばいいわけですよね。広い海を見てると心が落ち着きますっていうんだったら、広い海を見に行けばいいわけです。簡単に言えばね。ね、それは答えないわけですよ。森林と海どっちがいいですかとかっていうのはどうでもいい話で、本人が居心地がいいとね、心地がいいというふうに感じるもの、まあ、本人が癒しと感じるものを癒しにすればいいっていうことですよね。だからある人は例えばね、可愛い犬とか可愛い猫と接してると癒されるっていうんだったら、そういう可愛い動物と一緒にいればいいわけですよ。いや、自分は赤ちゃんとか小さな子供を見ると癒されるっていうんだったら、そのね、赤ちゃんとか子供を、まあね、見る時間っていうのを1分1秒でも長くすればいいわけですよね。いや、自分は好きな音楽を聴くのが、すごく癒されるっていうんだったら、好きな音楽を聴けばいいわけですよ。ね、自分は、ね、なんかね、娯楽とかバラエティとか見てすごくね、笑うのが癒されるっていうんだったら、ね、自分が楽しいと思うものを見て笑えばいいわけですよね。だから癒しに答えはないわけですよ。自分に、ね、自分が居心地がいいなっていうふうに思うものっていうのに、まあ、時間、ね、1分1秒でも時間を振り向けていくということですよね。でこれは完全に、ね、その一つ前、気づきを得るっていうのは分析して癒して気づきを得るという過程だっていう話をしたんですけど、分析してる時っていうのは絶対に自分の脳がネガティブに行き過ぎてますから、ね、物が頭がねネガティブじゃないと分析ってできないんですよ、基本的に、ね、だから男性と女性っていうのをこう、ね、切り分けて考えるっていうのが苦手な人っていうのは、ね、結局まあポジティブか、もしくはもうその、ね、ネガティブを否定してる、もうポジティブ一辺倒が絶対にいいみたいに信じ込んでる場合に、ね、男性と女性っていうのをこう切り分けて考えるっていうことをしないわけですよね。でも男性はこういう特徴があって、女性はこういう特徴があるっていうのを切り分けるってことは、まあ、人と人の間に線を引くってことなので、だからネガティブなんですよ。だから頭がネガティブの方に行ってるのを今度は一転してポジティブの方に向けていくってことです。でそのポジティブの方に向けていくのを、まあ、今回は癒しっていう言葉を使ってるっていうことですよね。だから一回自分がね、とにかくね、抽象的な漠然としたものをね、すごく身近な役に立つ具体的なものに変換していこうとしたならば、それはカレーの中に材料を入れて、それをね、鍋の中で溶かし合って融合していくっていう感じなんですよね。その融合する過程っていうのは、その脳とか心がポジティブな状態にいかないと混ざり合わないっていうことなんですね。で、そうしたら結局一回こう線を引いて切り刻んで別々のものにしたんですけど、カレーの鍋の中 で言い方を変えたら、脳とか心の中でいろいろな感じでつながり始めるんですよね。一見バラバラのもの、例えば一見バラバラの肉とじゃがいもと人参と玉ねぎとカレー粉みたいなのはバラバラなんですけど、バラバラなんだけど、それが一つの鍋でこうつながり始めるわけですよね。それが自分の過去の人生体験の、バラバラの人生体験っていうのが脳とか心の中でつながり始めるわけです。でそれが全部バーンとこうつながった状態が気づきというものなんですね。ああなるほどと、一見全部自分の人生体験ってね、まあバラバラで体験しててね、つながりっていうのは見えなかったけど、実はつながってたんだということが気づきっていうものです。ね、まあ、すごく有名なスピーチでね、スティーブ・ジョブズがね、スタンフォード大学でね、スタンフォード大学を卒業する学生のね、皆さんにね、スピーチをしたっていう、まあね、伝説のスピーチっていうのがありましたけど、スティーブ・ジョブズの一つのね、
一つ目の話がね、点をつなぐっていうコネクティングドットっていう話でしたけど、まさにあんな感じです。ね、要するに一つ一つ今それをやってる間っていうのは、ね、なんかバラバラで、ね、なんか意味があるのかなとかね、っていうふうに感じてたんだけど、実際ね、気づきを得られたら、全部つながってたんだっていうのが、まあ、今回のその気づきを得るっていう、まさに感覚ですよね。点がつながるコネクティングドットっていう感じです。で、その過程っていうのはね、やっぱりね、まあ、そうや、スティーブ・ジョブズも言って、まさに言ってましたけど、何かね、やっぱ信じて耐えるみたいな期間っていうのがいるんですよね。こう、本当にね、暗いトンネルを走ってるみたいな感じで、ね、なんかね、自分がやってることって何の意味があるんだろうとかね、とにかく先が見えないっていう感覚になるんですよね。一回自分の元の見方っていうのが固定観念で決まってるわけですよ。固定観念で固まっているんですけども、その固定観念が崩れるわけなので、なんかね、どういうふうにものを見ていいか分かんないっていう混乱の時期みたいなのが起きるんですよね。ね、何が正しいんだろうって、固定観念があるっていうのはある意味楽なんですよ。固定観念があるっていうのはある意味楽なんですよね。で、なんでかって言ったら、同じ絵を見たらいつもいつもローバ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 って見ればいいわけですから、迷わないんですよ、一言で言うと。だから意外と宗教とかにハマってる人は幸せだったりするっていうのはそういうところで、迷わないですよね。迷ったり悩んだりね、混乱したりしないわけですよ。いや、これローバです。いや、これローバです。これローバです。いや、ローバに決まってますみたいな。これローバにしか見えません。これローバですよって。で、いうふうにね、まあある意味だから、いいね、宗教にハマってるっていうのはいい意味でなんか迷わないわけですよ。迷ったり悩んだり混乱したりしないわけですよね。だけどね、自分の目の前のね、ずっと老婆だっていう風に見えてた絵がね、いやこれ妻の絵みたいな、妻の絵に見ようと思ってどうやったら妻の絵に見えるんだろうみたいな感じで言えば迷うわけですよね。悩むわけですよ。いや、これどっちが正しいんだろうみたいな、ね、自分にはどう見ても老婆の絵にしか見えないけど、妻の絵みたいな、ね、っていうふうにしたら、まあ、迷うわけですよ。で、悩むわけですよね。で、固定観念があるっていうのはある意味迷わないでいいから、まあ、幸せっちゃ幸せなんですよね。で、固定観念が崩れるっていうことは、ね、一つのもの、絵を見た時にどういうふうに見ていいか分かんなくなってるんで、だからね、混乱するんですよね。で、迷ったり悩んだりするわけです。一時的に決断力が大きく低下したりするわけですよね。なんですけど、それが今まで老婆の絵にしか見えなかったのが、あ、妻の絵に見えましたと、ね、なるほどと。ね、なるほど、これは、ね、今までは自分は老婆の絵にしか見えなかったんだけど、妻の絵に見ることができましたみたいな感じになると、これが気づきって感じなんですよね。で、その今まで脳の中でバラバラでこうね、繋がってなかったものっていうのがバーンってこういうふうにこう繋がるんですよね。で、だから、あ、なるほどみたいな、確かにそうかということで、ね、気づきが得られるんですよ。で、気づきってなんで夢実現につながるかっていうと、人は、ね、行動するためには決断がいるんですよ。で、決断するためには気づきがいるんですね。つまり確信がいるってことなんです、ね、確信がいるんですよ、ね、人が行動できないのはなぜ行動できないかって言ったら決断できないからですよね。じゃあなぜ決断できないんですかって言ったら、それ確信がないんですよ、その人は、ね、知ってるかもしれないし分かってるかもしれないんだけど、ね、確信がないんですよ。これいけると、ね、これ50-50じゃなくて 99.99999% いけるっていう確信がないんですよね。確信があればいけるんですよ、ね、確信があれば決断できて、決断できたら行動できるんですよね。で、行動できないってことは決断できない、決断できないっていうのは確信が得られないんですよね。これやったら 99.999 いけるっていうんだったら、その人絶対決断してるし絶対行動するんですよ。だから、その結局確信が得られないんですよね。じゃあどうやったら確信が得られるんですかっていうのが今回の気づきを得る方法で、で、気づきっていうのはすなわち確信を得るっていう言い方でもできるわけですけど、それ途中過程としては知識、分析して癒して気づきを得るっていう順番なんですね。ただ分析し始めて気づきを得るまで1年とかっていう期間が、時間がかかるんで、その間は結構そのね、自分の脳とか心理面で結構いろんな、まあね、体験っていうのをまあしますということですね。もうそのなんかね、順調になんか右上がり一直線にね、順調に少しずつ少しずつ良くなって見通しが良くなってっていう感じではないっていう感じですよね。むしろね、過去のね、
過去の自分が大事にしてたものを、まあ、捨てなければならないときは捨てないといけないし、手放さないといけないときは手放さないといけないということですよね。まあ、失うとか喪失とかっていうのを体験する場合も多いし、まあ、はっきり言ってそれは避けられないということですよね。まあ、その過去の自分が大事にしてたものが今までの自分の人生を作っていて、今の固定観念を作ってたわけですから、そのものの見方を変えるってことは、その自分が過去大事にしてたであろうものを、ね、捨てて手放して失って、そして過去のものが自分のものの見方として一回壊れて、固定観念が壊れて、新しいものの見方ができるようになるっていう感じなんですよね。で、気づきっていうのはそのね、空っぽになった真空になった心に宿るっていう感じなんです。ここ大事なところなんで繰り返しますけど、気づきっていうのは一回こうね、空っぽになって真空になった心に宿るっていうのが気づきなんですよね。ってことは、一回心がね、空っぽにならないと気づきって得られないんですよね。で、空っぽになるっていうのは何なんですかって言ったら、過去自分が大事にしてたであろう何かを手放し、失い、そして、まあ、捨てた時っていうことですよね。で、それで今まで自分の心の中にいっぱい過去が入ってたわけですよ。心が過去で埋まってたわけですよね。で、それをね、捨てたり、ね、失ったり、ね、っていうことをやって、だんだん過去の、ね、ものが心からこう出ていって、心が一回空っぽになって真空になるわけですよ。その時にバーンとこう、ね、今までのものっていうのがつながって気づきが得られると。だから気づきっていうのは、そう、真空の心に宿るっていう感じなんですね。だから、まあ正直結構大変っていうか辛いっていう感じなんですよ。今までの自分を作ってたものを、ね、捨てたり手放さないと、ね、得られないものだっていうことであれば、まあ、正直その気づきをね、得ようと思って分析をし始めて、実際に気づきを得られるまでっていうのは、まあ、順風満帆とは言えないということですよね。で、悩み、ね、迷い、混乱し、葛藤しみたいな、ね、何が正しいんだろうと、ね、固定観念があったら迷わないんですよ。固定観念があったら老婆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 と、いや、これはもう絶対老婆、これは絶対老婆、これは絶対老婆って、ね、迷わないですよね。なんだけど、ね、それを全然ね、全く同じ絵なんだけど、違う絵に見られるようになるっていうのは、それは迷うっていうことなんですよね。どっちが正しいんだろうということで迷ったりするということなんです。でも、そういうなんかね、暗いトンネルみたいなのを一生懸命ね、走っていたら、ね、それはずっと暗いトンネルが続くわけではなくて、ね、やがて気づきを得られたら、今度は明るいね、ところが見えてきます。具体的に言えば、夢実現方法みたいなのが見えてくるということですね。それはね、人生が変わるとか、結果が変わるってことなんですけど、自分が変わったわけじゃないんですね。自分が変わったわけじゃないんです。一番最初の方で言ったんですけど、今までね、公務員として40年ね、総務人事をやってて、いきなりね、全くね、知識、技能、経験もない、ね、ラーメン屋さんを開業しましょうっていう話ではないってことなんですよ。そうじゃなくて、自分の知識、技能、経験ってこういう生かし方があるんだって、別のね、ものの見方っていうのができるようになるってことなんですね。自分は今まで40年間総務人事っていう事務方の仕事をしてて、いや、自分はね、公務員として従業員としてしかね、この知識、技能っていうのは活かせないと思ってたけど、その自分が持ってた知識、技能ってこういうふうにも活かせるんだという、自分に対して違うものの見方ができるようになるっていうのがね、結果的には結果を変えるとか、人生を変えるとか、夢を叶えるっていうことになるし、そのことがひらめくっていうかね、そのことが分かるっていうのが、まさに気づきということになります。なので、まあ、気づきを得る方法ということで、まあね、最後結論を言うと、分析して、癒して、で、気づきを得るということです。まずは、分析すると、ね、だから勉強するなら勉強すると、で、頭で考えるなら頭で考えると、ね、いうことで、まあね、自分一人で、徹底的にネガティブに、ね、分析しましょうと、勉強して知識を増やしましょうと、考えましょうということですよね。で、その後に今度は心をポジティブに持っていくと、ね、自分の心を癒す、そういう自分にとって居心地のいい時間っていうのを増やしていくということですよね。カレーのを鍋の中で熟すということですよね。そしてね、いつか、まあ、プッとした、瞬間に、ああ、つながったという、体験をすることができます。で、そのつながったイコール未来への、ね、夢実現への道筋が見えると。見えたらそれが確信になりますので、決断して行動していくことができるというお話
です。はい、ということで毎日更新の励みになっています。高評価並びに、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。株式投資で資産を10倍に、する方法など4大特典をプレゼントしています。メルマガ登録にてお受け取りいただければと思います。はい、今回の動画も最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。